と、それじゃあ、苦手な子が多いね、細胞の大きさについてちょっとやっておきたいんだけど、細胞の大きさ、例えばね、普通の細胞の代表例として、幹細胞。大体普通の細胞の、例ね。普通の細胞の例は、普通の細胞の例だよ。普通の細胞の例として、幹細胞は、大体20マイクロメートルくらいの大きさです。1ミリが1000マイクロメートルだから、これマイクロって読むよ。1000マイクロメートルだから、0を3つずらしてあげれば、大体1、2、3、0を3つずらしてあげれば、大体 0.02 ミリかな。ね。みんなね、1ミリをイメージしてくれればわかると思うけど、0.02 ミリってすごく小さいよね。ね。なかなか2つ細胞がね、隣り合っていても、僕らにはね、見分けることが少し難しい大きさだね。0.02 ミリ。ね。これぐらいが、生物の常識というか、教養として知っておきたいんですよ。知っておきたい大きさなんです。あとは、すべて、あとはすべて、例えば赤血球なんていうのは、赤血球なんていうのは、だいたい8マイクロメートルぐらいの大きさだけど、8マイクロメートルぐらいの大きさだけど、ちょっと小さいよね。なんで小さいかっていうと、赤血球っていうのはね、酸素を運ぶことだけに特化した細胞だからです。核とか捨てちゃうんですよ。大人の赤血球になる途中で。で、もうお前は酸素だけ運んでりゃいいんだよっていうふうな超特殊化した細胞なんです。だから大きくなる、いろんな生命活動を行う必要なんてないんです。酸素だけ運んでりゃいいんです。血の流れに乗って。で、例えば、ね、みんなね、ちょっと買い物しに行くだけなんだよな。ね、ちょっと買い物しに行くのに、ね、車、トラック、2トントラック使わないでしょ。ね。別にいいよね。普通の小さな車でね、それはいいでしょ。同じように、酸素だけ運んでりゃいい赤血球は小さい細胞なんです。他にも、原核生物である大腸菌、もっとちっちゃいよ。ね。普通の細胞には、核があるし、ね。赤血球ももともとね、はあるけど、大人になる、ね、成熟する方で捨てるんだけど、核を。もともとね、あと核を持たない大腸菌なんていうのは、大体5マイクロメートル、ね、もっと小さいね。なんでかっていうと大腸菌っていうのはね、難しいことは大学生になって学んでほしいんだけど、体の表面でエネルギーを作るんですよ。で、エネルギーを消費するのは体の内部なんです。内部、つまり体積の部分ね、内部、表面でエネルギーを作って内部でエネルギーを消費してるんです。だから原核生物って一般に大きくなれないんですよ。なんでかっていうと、例えば大きくなれたとしても表面積は半径の地上に比例して増えていく。だけど体積、中身の部分は半径の3乗に比例して増えていく。だから大きくなればなるほど体積の方が増えるスピードが速いんですよ、表面積よりも。だから大きくなっていくとエネルギーを生産する領域よりもエネルギーを消費する領域の方が増え方が速いから不利になっていく。だから一般的に原核生物っていうのは大きくなれないんですね。よろしいでしょうか。大きくなれないんですね。よろしいでしょうか。ちょっとね、面白い話もあるんだけど、まあ大学生になってから学んでね。そして大腸菌の表面に、この大腸菌の表面に取り付くようなウイルス、ね、大腸菌の表面に取り付くようなウイルスね、T2 ファージってかな、ね、T2 ファージ、大腸菌の表面に取り付くようなウイルス T2 ファージ、ね、T2 ファージはね、大腸菌よりももっと小さくなきゃいけないでしょ、ねとねそうね、大腸菌よりももっと小さくなきゃいけないよね。だって大腸菌にわーって周りにね、有名人に人が集まるみたいにわーって大腸菌の周りに取り付いて、ね、そして大腸菌の中に DNA を送り込んで大腸菌の中で増殖してバーッと大腸菌を破壊して中からいっぱい出てくるんだからね、大腸菌より小さいに決まってますね。200ナノメートル、ね、ナノメートルっていうのは、1マイクロメートルが1000ナノメートルですから、ね、もっともっと小さいオーダーです、ね、200ナノメートル。だいたい0を、1、2、3、ね、0を3つずらしてあげると 0.2 マイクロメートルですかね。 0.2 マイクロメートル、ね、
大体大腸菌の大体10分の1の大きさ、ね、大腸菌より大腸菌に取り付くウイルス T2 ファージの方が小さいに決まってますね。大きな細胞はっていうと卵、人の卵なんていうのは人の卵、ね、人の卵なんていうのは大体200、あ、ごめんね、ごめんごめんね、人の卵なんていうのは大体150マイクロメートル、150マイクロメートル。人の卵っていうのは、栄養をたくさん貯めておかなきゃいけない。ね、ちょっと見にくい、見にくいね。見にくいかな、大丈夫かな。大体150マイクロメートル。なんでかっていうと、人の卵っていうのは、たくさん栄養を貯めておかなきゃいけない。だってこれ、今から精子が入って、受精して、そして一人の赤ちゃんになるんですよ。ね、栄養をたくさん貯めておかなきゃいけない。ね、だから、卵っていうのは一般的に大きいんです。普通の細胞よりもね。そして受精のシーンを見たことが、ね、写真を見たことがあるかもしれない。ね、精子自体、ね、ここの部分はね、すごく小さいんですよ。だけど、まあ、精子の鞭毛まで、ね、長さに含めてあげると、まあ、大体50マイクロメートルかな。で、まあ、このね、イラストね、受精のシーンの写真を見ておいてくださいね。資料集や教科書にありますから。で、それで、卵と精子の大体の大きさが分かればね、卵が150マイクロメートルだったら、大体精子は40から50マイクロメートルだってことが、写真、ね、この受精の写真をイメージすればすぐ分かりますからね。そして、もっと大きな細胞はっていうと、ね、ゾウリムシ。ね、ゾウリムシなんていうのは大体200マイクロメートルです。ね、なんでゾウリムシが大きいかっていうと、ゾウリムシは有名な単細胞生物ですよね。一つの細胞で何でもかんでもやってやろうっていう生物です。ね、それすごいことですよね。だから僕ら浸透圧調節にものすごい数の細胞が集まった腎臓を使ってるけど、ね、ゾウリムシは、ね、収縮法っていう細胞小器官1個でもうそれ浸透圧調節こなしてるんですよね。ね、一つの部屋に、ね、一つの部屋に全て置こうと思ったらね、一つの部屋に例えばピアノもテレビも、なんだコンポも風呂もトイレもね、何でもかんでもキッチンもね、何でもかんでも一個の部屋に置こうと思ったらその部屋は広くなきゃいけないですよ ね。それと同じように単細胞生物であるゾウリムシは一般の細胞よりもだいぶ大きな細胞なんです。そしてね、もっとね、これが世界一大きな細胞だと思ったらいけませんよね。もっともっと大きな細胞はね、